てくれてありがとう。こんばんは。こんばんは。ありがとう、来てくれて。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、ありがとう。こんばんは。今日もレッスンが終わったよ。レッスンが終わったよ。こんばんは、ありがとうございます。ありがとう。ロボリン結婚して、無理。ありがとうございます。ロコポコ結婚して、考えとくね。ありがとう。こんばんは。こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。こんばんは皆さん、やっほー。こんばんは、ありがとう。昨日は改めましてショールームイベントありがとうございました。無事に皆さんのおかげで3位以内に入ることができて3位になれています。こんばんは、ありがとう。なんか普通にね風邪ひいちゃってる。こんばんは。だからちょっと鼻声なんですけども気にしないでください。こんばんは、ありがとう、来てくださって。こんばんは、ありがとうございます。皆さんのおかげで3位以内に入ることができました。本当にありがとう。すごく楽しかったです。2週間ぐらいショールームイベントがあったんですけど、またお礼配信を後日させていただきます。ありがとうございます、来てくださって。ありがとう。こんばんは。イベント以外のショールーム配信はイベントが始まる前ぶりぐらい。こんばんは。11月もよろしくお願いします。こんばんは。またあのイベントの配信、イベントのお礼配信はまた後日させていただくので、ぜひお待ちしております。こんばんは、ありがとう、来てくださって。こんばんは。ありがとうございます。マシマシさん10周年10ありがとう。こんばんは。おじゃまるさんハートありがとう。ロコポコハートありがとう。広島レモンさんハートありがとう。たっくんしきしきビームありがとう。ケンくんハートありがとうございます。ハルルンバラありがとうございます。こんばんは。こんばんは。なんかもうイベントが終わってなんか赤コウモリとか言うこともないからもうちょっと気が楽かもしれん。気が楽です。イベントが終わって気が楽ですね。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。でもまたイベントが始まりました。そういえばテロップ入れよう。そう、私がね引用ツイートもしたと思うんですけど、引用ツイートもしたと思うんですけど、ドゥームズデイさんとのコラボイベントが始まりました。早い、めっちゃ嬉しい。しかもまたゾンビですよ。なんかもう昨日もゾンビのイベントやってたんですけど、またゾンビ、めっちゃ嬉しい。もうめちゃくちゃ幸せ。なんか自分のモノマネ、特技のモノマネがこんなにも活躍するとは思っていなくてすごく嬉しいです。こんばんは。ゾンビですよ。また赤コウモリとゾンビ缶オケ着ないの残念。もう本当にそう、なんかそう、3位イベントが3位だったから缶オケをゲットすることはできなかったんですけども、
はい、でも本当に3位に来られたのは皆さんのおかげですし、すごく楽しかったです。ありがとうございました。本当にまたお礼配信を後日させていただきます。このイベント期間中に知ってくださった方とかもいるし、これからも仲良くしたいです。でも昨日配信が終わってからすぐアマゾン、ね、なんか楽天アマゾンで棺桶を調べてました。棺桶を調べてた。なんかでも見ました。こんばんは、レッスンありがとう、お疲れ様です。今回のイベント初めてリネタの配信来たけど楽しい、なんとかこれからも遊びに来るね。え、嬉しいです、ありがとうございます。このイベント期間中に知ってくださって、そして仲良くなれてとっても嬉しいです。ありがとう、超嬉しい、応援もしてくれてありがとう、最高。マブダチになっちゃおう。こんばんは、お疲れ様です、お疲れ様です。そう、なんか本当にそう、今ちょっと普通に風邪気味なんですけども、病は気からっていう言葉って本当にあるなと思ってて、しんどいけどもしんどいって思わないようにしたら、まあどうにかやっていけていけてるから、マジで病は気からって感じだった。棺桶、棺桶やばいよ。なんか日本の棺桶セットみたいな、なんか日本の葬儀専用の、自宅葬儀専用の棺桶とか見てた。こんばんは、ありがとうございます。広島レモンさんハートありがとう。こんばんは。そう、3位もものすごくすごいから、ちょっと棺桶ゲットできなかったのはとても悔しいんですけど、でも本当に今までのイベントの中では一番勢いがあった気がする。1位2位3位4位に全部味わえたとか全部体験したし、なんか今まで3位以内に入ることはできなかったので、そうだから3位以内に入れて嬉しかったです。そう、本当にありがとうございます。とっても嬉しかった。そう、なんか今日私のなんか引用リツイート X を見てくださった方とかだったら分かると思うんですけど、本日からドゥームズデイさんというゲームとの方とコラボをすることになりました。やばくない？超嬉しい。しかもまたゾンビ、めっちゃ嬉しい。え、ガチ棺桶探してたよ。ネタじゃないから、私はガチで言ってるからね。みんな私のことをバカにしてると思うけども、ガチ棺桶探してたんだよ。でも調べてる自分もちょっと怖くなってきた。ガチ棺桶のやつ、あの木のやつ見ると。こんばんは、ありがとうございます。皆さん見てくださりましたか、私の X 引用にもツイートにもポストにも書いたんですけども、ドゥームズデイさんと STU48 のコラボイベントが始まりました。なんかここから1ヶ月間ぐらい、私と愛子ちゃん、私は愛子ちゃんと一緒のペアなんですけど、愛子ちゃんと私と2人で同盟を組んで、まあ、ファンの方と一緒に頑張っていくっていうイベントです。ゲームのコラボイベントめっちゃ久々だし、なんかしかもゾンビだし、私はもうこのイベントが始まる前にすごくもうやり込んでいっぱい、もうめちゃくちゃそう頑張ってるから、皆さんも一緒に応援してくださると嬉しいです。なんかファンの方と一緒にゲームができるんですよ。そうだから愛子ちゃんと私のもしよければ同盟に入ってくださると嬉しいです。なんかこの同盟でなんか頑張ってくださったら、私と愛子ちゃんは BLT グラビアに掲載していただけるので、もしよろしければ皆さん応援してくださると嬉しいです。しかもなんか私たちだけじゃなくて、ファンの方にも特典があって、特典があってですね、ファンの方にもすごく豪華な特典があるんですよ。なので皆さん、もしよろしければドゥームズデイにまたコラボしてくださると、一緒にやってくださると嬉しいです。こんばんは、こんばんは。他のゲームとかもしてると思うんですけど、今はちょっとドゥームズ、今はというかもう
今日からコラボが始まったので、ドゥームデザインに集中してくださるとウルピーマンです。そう、1ヶ月間ぐらいねゲームやります。コラボ期間が1ヶ月間ぐらいなんですけど、そう、もしこのイベントで1位になったら BLT のグラビアと、そう、あとなんか他にもすごく豪華なことがあって、でもファンの方にもすごく豪華な特典があって、すごくないですか。しかも6、いやもうほんとすごいよね BLT グラビア。初めて、本当にこのイベントで1位になったら初めて私は BLT さんに掲載していただけるので、もし皆さんよろしければ待ってます。そう、なんか個人戦ではなくて、あのグループ戦、愛子ちゃんとペアを組んで愛子ちゃんと一緒に頑張って他のユニットに負けないように頑張っていくみたいな感じなので、もし皆さんよろしければお待ちしております。そう、 BLT すごいでしょ、ほんとすごい、マジでびっくりしました。そう、めちゃめちゃ豪華だから、私と愛子ちゃんのことをもしよろしければ応援してくださると嬉しいです。もう今どこのところ応援しようってなってる方とかぜひ待ってます。でも私初めて愛子ちゃんと一緒にあのペアを組むんですよ。ペアっていうか、そう、愛子ちゃんと一緒のお仕事だからすごいワクワクしてます。嬉しい。もうダウンロードしてくださった方とかいますか。なんかダウンロードはあの、そう、公式の、私あの個人のアップルストアとかからダウンロードをしたらなんかダメ、なんかコラボしたらそっちからダウンロードしたらあのなんかもう終わりダメらしいんですよ、絶対に。だから URL からあの私がポストした URL からダウンロードしていただけなきゃコラボイベントに参加できないので、そう、なので皆さんもしあの私と愛子ちゃんの同盟、まあ、STU48 のコラボイベント、コラボイベントに参加したいよって方はあの URL からあのダウンロードしてください。じゃないと Apple Store とかからあの個人とかからダウンロードしちゃうとあのコラボイベント対象外になって、そう、一緒にねあのチャットとかもできないので、そう、なんかそう今回ねチャットとかもできるんですよ。だからリネちゃんと話せるよ。なので皆さんよろしければあの一緒にプレイしてくださると嬉しいです。お願いします。そう、間違えないように注意してください。ケン君ハートありがとう。こんばんは。ダウンロードしてる、ダウンロードぜひお願いします。めっちゃ嬉しい。一緒にゲームしましょう。やばい、鼻がかゆすぎて死んでしまう。エリア移動したけど同盟申請できなくて進みません。あら、本当に。なんか詳しい情報とかは公式 X に載ってるので、ドゥームデザインさんと STU48 のそちらをチェックしてくださると嬉しいです。なんかねあの、そう、なんかなんかその URL がダメだったらちょ、ドゥームデザインさんの公式 X を見てください。多分申請とか今スタッフさんが一生懸命やってくださってるので、そう、すぐには加入できないと思うんですけど、早めに加入することをお勧めします。申請、風大丈夫？大丈夫ですよ、ありがとう。こんばんは。はい、お願いします。嬉しい。ジャッキーハートありがとう。こんばんは。もう大興奮だ。何に？めっちゃ嬉しい。何に対して？でも本当に嬉しい。 BLT グラビアかな。そう、1位になったら BLT グラビアなので、普通にね、そう、くしゃみが止まらなくて、そう、風邪気味、季節の風邪知らんけど。ドゥームデザインもともとやってたよっていう方とかはあの、そう、コラボイベントの URL からまたしてくださると。でも一回ダウンロードしちゃったらダメなのかな。だからまだ一回もダウンロードしたことないよって方は絶対にあの Apple Store からじゃなくて、あの私たちが載せた URL からダウンロードしてください。じゃないと入れません。こんばんは、ありがとうございます。ちょっと早速ちょっとプレイしていこうかな。ゲームしよっかな。ちょっと
もうダウンロードしてくださった方いますか？ちなみにコメント読もう。もうダウンロードしてくださった方いますか？ルームズデイさんのコラボイベント、こんばんは、ありがとうございます。来てくださって嬉しい、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。やっほー。まだまだ、もう今すぐ登録してください。もう今すぐ登録してください。まだまだまだっていうのはちょっとダメです。今すぐ登録してください。嘘、あの時間ある時でいいですよ。でもなるべく早めの方がいいかもしれない。そう、なんかファンの方、ファンの方に頑張って早めに登録しとくと、その分プレイできるから、その分早く登録した方もだけど、そう先に進んじゃって、そうファンの方にも特典があるので早めに登録することをおすすめします。そうなんですよ、個人に向けたなんか T シャツとかある、すごいなんかサイン入りのめっちゃすごい。そうファンの方の特典もすごく豪華なんですよ。なので皆さんよろしければあのダウンロードしてくださると嬉しいです。お願いします。イベントの配信じゃないからすごい配信が落ち着いてて、なんかすごい。こんばんは、ありがとうございます。懐かしい、普通に配信してるのが懐かしい。こんばんは、ありがとうございます。ゲームしよっかな、なんかちょっとプレイしていきますね。ドゥームズデイのゲームをもうしちゃおう。なんかまだダウンロードしてないよっていう方はもう今すぐダウンロードしてください、よろしければ。もう今日から始まってるので。こんばんは、ありがとうございます。申請できた、あら本当に良かったです。私もうちょっとドゥームズデイやろう。やっちゃおう。こんばんは、ありがとうございます。来てくださって嬉しい。ダウンロード。ごめんなさい。よし、ちょっとゲームしていこう。ルームズデイのゲームをしちゃうよ。トラップ変えとこう。あの呼吸してるんですけど鼻が詰まってるからなんかスースー言うの本当申し訳ない。ちょっと鼻息が荒いんですけど気にしないでください。ドゥームズデイ過去にやったことある方とか いるんですかね。私は今回このイベントが初めてなので、あの皆さんと一緒にこうスタートを切れるのがすごく嬉しいです。だからもし初めてやってやるから不安だよっていう方とかもいるかもしれないんですけど、一緒に、私たちも初めてなので一緒にあのゼロから一緒に頑張りましょう。でも結構もう進めててもう結構分かってきたので、このイベントのことが何でも聞いてください。なんか結構いろんなキャラクターとかが出て、このイベントはなんかそうゾンビがメイン、なんかそのキャラクターとかはもうゾンビが出てきてなんかゾンビを殺すみたいな、あ殺しちゃうゾンビを倒すみたいな感じなんですけど、なんかねあのリアルなんだけどももうめちゃくちゃグロくて怖いみたいな感じではないからやりやすいです。なんか
ゾンビの怖い怖い絵が、なんかゾンビのバン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 系のゲームとかではなくて、なんかクライアントとかなんかそういうグループでやっていくスタイルだから、なんかゾンビが急に襲ってきてキャーみたいな心臓止まる系ではないからやりやすいと思います。あとあのここのボタンを押してとかもなんかすごいあの書いてあるので、このゲームが初めての方もすごく分かりやすいしやりやすいです。あんた鼻息荒すぎてもう無理なんだけど、鼻息荒もうやだ、自分でさ呼吸してる声聞こえるけど、鼻息ってか鼻が詰まってて呼吸ができないから口呼吸になっちゃう、もうほんとごめんなさい。こんばんは。もう息止めとこう。なんかファンの方がいっぱい、でなんか途中なんかこのなんか女の子が出てくるんですけど、なんか女の子がなんかゾンビに噛まれるんですよ。だからその子を助けてあげなきゃいけなくて、ワクチンをなんか探したりとかするんですけど、そう、それまでの過程がすごく楽しいの。ワクチンを拾った早く女の子助けてあげなきゃと思って女の子をね、あの助けてあげようと思って頑張ってます。でレベルアップとかしていかなきゃいけなくて、レベルアップをねこうやってするんですけど、うん、こんばんは、ありがとうございます。今はあのドゥームズデイのプレイ中です。 STU48 とドゥームズデイさんっていうあのゲームアプリがあの今日からコラボし始めたので、それのプレイをしてます。でこのイベントはあのファンの方と、愛子ちゃんとファンの方と一緒にあのプレイしていって、私愛子ちゃんと一緒の同盟を組んでるんですけど、もし1位を取ったら BLT さんのグラビアに掲載されるので、皆さんもしよろしければ応援してくださると嬉しいです。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、はずちさんハートありがとう。こんばんは、ありがとうございます。久々のゲームのコラボだからね、すごいワクワクしてる。しかもまた私の大好きなゾンビ、私は特技のモノマネがゾンビなので、ちょっとあのすごく嬉しかったです。ドゥームズデイにね実際にゾンビが出てくるからね、あのやっぱ勉強になりますね。勉強になりますね。ルームズデイにゾンビが出てくるから、あこうしたらゾンビっぽくなれるんやっていう姿がわかる。なんかリアルではあるんだけど、急にゾンビが出てきたりとか襲ってきたりとかはないから、あのホラーゲームとかなんかそういう系怖いよっていう方とかもすごくやりやすいし、おすすめです。あとここにこれを書いたら、これを押したらいいよってとかってやつも出てくるので、ゲーム初心者だよって方とかもやりやすいと思います。今私は何をやってるかというと、
ドゥームズデイさんのと ST48 のコラボイベントがあって、ドゥームズデイを今実際にプレイしてるんですけど、今は週末のアリーナっていうのがあって、アリーナの他のグループ他のグループの人と戦ってます。でこのアリーナに優勝するとなんか必要な物資がいただけるんですよ。でヒーローとかのレベルをちょっとずつ上げていかなきゃいけないから、上げたりとかするためには経験値が必要なので、このアリーナとかで買って経験値をもらうのがすごくいい。こんばんは、ありがとうございます。ベンジャクタルトキャンディーありがとう、嬉しい。こんばんは、ドゥームズデイナウ今日からコラボするので、今日から1ヶ月間ドゥームズデイの、そうみんなとも一緒にやっていきたいから、ドゥームズデイの配信とかもやっていきます。でも詳しいイベントの詳細とかはまた X とかに投稿しようかなと思ってるので、随時ぜひ見てください。私は愛子ちゃんと一緒の同盟なんだけど、同盟なんだけども、愛子ちゃんと一緒に頑張ろうって言って、愛子ちゃんもすごく頑張ってるし、頑張ってくれてるから私も頑張ってるし、もし皆さんよろしければ私とリネアイコンの同盟に入ってください。すごいね、そうなんかもともとドゥームズデイやってたみたいな方とかはもしかしたらいるかもしれないから、もしやってたよって方とかいれば私に教えてくださると嬉しいです。でもこのイベントが始まる前に少しずつ少しずつちょっとずつプレイしてたから、みんなよりは詳しいと思う、もし今日インストールする方とかいるんだったら。なので一緒に頑張っていきましょう。こんばんは、なんかこのイベント、このゲームで、ね、一番大事なのがなんか本部のレベル、なんか本部っていうなんか建物があって、そのレベルを上げていくのが一番いいらしくて、そのレベルとあとなんか上に、左上になんか拳マークがあるんですけど、この拳マークを増やしていくとなんかとってもいい感じになるらしい、ポイントがアップするので、もし今ダウンロードしてもしてるよって方とかは本部のレベルを上げてあげてください。まだ申請してできてないよって方とかはダウンロードして今から始めるとなった時は教えてください。でももうヘルプ出てるから、もうメンバー誰か入っとるんじゃない、ファンの方、これメンバー見れないかな、誰が入ってるかとか、愛子ちゃんかこれ、あ入って、えもうファンの方おるやん、嬉しい、やっほー、リカさん、トクリンさん、ありがとう、こんばんは。ぜひ今プレイしてみてください。今2人リネちゃんの同盟に入ってくれてる、嬉しい、ありがとう。スタッフさんが一生懸命申請許可してるから、いやありがとう、嬉しいです、入れてくれて。なんかこのイベントチャットもできるから、なんかイベントのこととかチャットで話したいです皆さんと。でもこのイベントの醍醐味はなんかこういう、そう認証されてますよ、ありがとうございます。このイベントの醍醐味はなんかでもチャットでもあるかもね、なかなかチャットとかできないけど、このイベントのことについて話すことができる、でチャット
ところ。こんばんは、吉高ハートありがとう。 DD にゃんこさん10周年ありがとう。こんばんは。ちょっとえ、なんか携帯の充電が切れちゃった。なんか私充電器もおかしくってさ、なんか 0% になるんですよ、充電してても。やばい、 0% になっちゃった。いやー、どうしよう、もう充電できなくなっちゃう。やばいやばい、ちょっと本当に勘弁して勘弁して、やばいかも。線が、こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。でも承認されてます、グループ見たら名前が書いてあったから。ちょっとやばい、できなくなっちゃった、ゼロパンになって線がおかしくて、刺してもゼロパーになっちゃった。こんばんは、ケンくんハートありがとう。ちょっと頑張って充電して頑張って充電耐えろ、頑張れ充電器、俺の充電器頑張って。ちょっと刺して放置しとこう。こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。そう、なんかゲームのダウンロードは普通に Apple Store とかから登録するんじゃなくて、私が載せた X に載せた URL に URL からダウンロードしなきゃこのイベントに参加できないので、ちょっとそこは要注意かもね。しっかり私の X の URL から、言われるから入ってください。こんばんは、南波の久人さん。なんか何これ、何のギフトかな、これなんかすごい、なんかプレゼントみたいなやつ、ありがとう。こんばんは、こんな方にもね豪華ななんか景品があるらしい。ちょっと充電器本当に頑張って、やばいんだけど、充電器の線が使えないとやばい、ちょっと本当にやばいかも。年かな、どうしよう、ちょっと線が壊れてるかも、なんか充電しても 0% になる、ちょっと携帯触れないかもです、やばい、どうしよう、メンバーに充電器の線借りようかな、やばいかもしれん、線がちょっと壊れた、終わってから買いに行こう。ちょっとこんばんは、便所タルト、キャンディーありがとう。充電器、充電器頑張って、やばい。でもドゥームズデイの配信は結構できた、プレイしながらできたと思う。なんかもし分からないこととかあれば今聞いてください。ダウンロードしようと思ってるんだけどこうとか、なんか結構分からないこととかあると思うので、もしよろしければ聞いてください。リネタソニー、もうちょっと無理、充電器の線壊れてる、もうなんでタイミング悪すぎ、この線自体が壊れて充電しても充電してももうたまらない、なんかこんなことなってるし、なんかこんな色になってるし、なんかもうおかしくなってる、ちょっと抜いとこう、もういい買いに行く、終わったら。ちょっと本当にやばすぎやろ、もうぶっ壊れとんやけど、いつの間にか、もうこんなの使えるわけないやん使えるわけないやん、こんなの。もう何を信じればいいのか。こんばんは、ありがとう。もう無理ですね充電器の線が壊れてる、
そうゲームしながら配信をさっきやったので、あのゲームのことでわからないことがあればぜひ聞いてください。今今日はどんな一日でしたか皆さん。私はハロウィンイベントが終わってこの配信をしてる時にもう悪コウモリとかって言うことがなくなったから、すごくなんか質素な感じがする、なんかすごい質素な感じがする質素やばすぎ、言葉選びが難しいけど超質素。私は今日はあやぱんと一緒に爆笑しまくったなんかやっぱ私はもう私はもうあやぱんしかいないなと思って、なんか普通に周りのなんかね、まあいろいろとあるじゃないですか人間関係って。でそれでなんか喧嘩の話になって、なんか私とあやぱんは今こうやって仲がいいけどもし喧嘩したらどうなるんだろうみたいな、どうなると思うみたいな、お互いがもし喧嘩したらっていう妄想してて二人で、そもそも私とあやぱんって喧嘩することあるのかなみたいな。でも喧嘩しない人間なんてまあ相当ね平和主義じゃない限りいないじゃないですか。で私はやっぱ平和主義なんですよ。もう喧嘩とかしたくないしどっちかが引くみたいなタイプなんだけど、喧嘩するぐらいなんだったらどっちかが引くみたいなタイプなんだけど、あやっぱにもうじゃあもし私たちがなんか約束かと決めたかみたいなって、なんかもしなんか私とあやっぱがケンカしたらもう絶対に意見を言おうって言ったの絶対にもう意見を言いましょうみたいな、なんかもうなんか嫌なこととかあったら絶対に引くんじゃなくてなんか言おうみたい なんかちゃんと伝えたいことは伝えようみたいなこと言ったら、じゃあ分かったって言ってあやぱんとケンカした時の対策を考えました私はもうこれからもなんかあやぱんとまだ一回も喧嘩をしたことがないんですけど、もしこの先いつか喧嘩をした時に、そう喧嘩をした時に思い出して、あしっかり意見をギュって意味を込めてあやぱんと喧嘩した時の妄想を二人でしたんですよ。もし私たちが喧嘩したらどうなるだろうっていう、だからあやぱんに私たちはすごく平和主義だけども喧嘩をしたら仲直りもして仲良くしたいから一緒に意見をしっかり言い合おうねって言った。そしたらうんって言ってた私とあやぱんと喧嘩したらどんな感じなんだろうお疲れ様です。仕事は一日だった、悲しい一日、マジか。まあそんな日もあるよ。なんかさ人間ってさ365日とか生きてるし、それ以上も生きてるやん、何十年も。こんなに悲しいことがいっぱいあっても毎回落ち込んでますよ人間は。なんか分からんけど悲しいことが重なったらさ、なんか慣れると思うやん。もうそろそろこんだけうちらが人生で悲しい出来事何回も経験しとんのに、なんかもう一生慣れんよね悲しい出来事って。悲しい出来事ってあるたんびに悲しくなってくるやん。内容とかにもよるけど、わかる。私も結構悲しいことあったよ今日、悲しいっていうかもう悔しいことあった。一緒じゃん。でもさその悲しさを武器に変えるとさ最強のものになる気がして、逆にモチベが上がるよね。わかる？わかるね。こんだけさ私たち人生苦労してるわけやん、みんな。私だけじゃなくてみんなね、みんな人生何十年も生きて苦労してるのに悲しいことって慣れないんですよ未だに。逆に嬉しいこととかは当たり前、それが当たり前になってきたら慣れてくるけど、悲しい出来事は何回経験してもってなる。でも逆に本当になんかもう悲しい出来事を一周回って体験しすぎて無になる人とかもいるけど、大体の人間は悲しいことがあったらあ悲しいなーってなると思う。一瞬は
それをどう対策するかによるくない？それをさ一瞬で、あ、じゃあもうチーム頑張ろうってなるのか、あ、もう悲しいな悲しいな悲しいなってなってずっと落ち込むのかによってなんか悲しさの度合いとか変わってくると思うし、まあ内容とかもねあると思うんですけど、そうやっぱ話せること、そう誰かに話せることもすごく大事だから、誰かに話して気分転換になるんだったら私に言ってね、辛いことがあったら聞くことしかできないけども助けてあげたいけど、聞くことしかできないけど、聞くだけでもさ、聞いてもらうだけでも楽になるやん人間って。悲しいことは立ち直れない、それな、マジで悲しい出来事あってさ、よし行こうみたいな人とかさ、やべえってなるでも逆にそれを想像の転換するとそれが武器になる、モチベーションになったりするから、すごく伸びしろがあるってことだし、悲しい出来事とかあっても無理に立ち直ろうとしなくてもいいけど、まあ時間解決してくれると思うから、立ち直れそうな時に立ち直ってそれを次に生かそう一緒に。私も今日ねピエンカオカドスコイドスケがなことがあったんですけど、逆にそれがモチベーションになって頑張れたこんばんは。立ち直れない、わかる、それな、バレに期待しないのと何事も毎日がサプライズ、え天才、それなマジで。なんかほんと周り、なんかさ人ってさ期待し、どっかしらで何かしら期待してるやん、人にどっかしらで期待してるやん勝手に。だから裏なんかあったら、あその人に裏切られたって勝手に期待して勝手に慣れてるよ。でも逆に期待しない人間なんていないんですよね。期待しない人間なんていないから、期待しないのが楽だけどね。こんばんは、ありがとうございます、サメさん、尊い、ありがとう、尊い、こんばんは、みなちゃん、ハートありがとう、ハルルンバラありがとう、ちょっとギフト読んでいこう。みゆちゃんお疲れ、ありがとう、佐賀さんハートありがとうございます、ひろたんじゅうありがとう身体が治らないから遠征さえできない、あら本当に、まあでも治ん、なんかめっちゃ大きい病気とかだったらあれだけども、なんかまあちょっとしたで、まあ休むしかないんじゃない体が元気じゃなかったら多分遠征しててもなんか咳とか出てしんどくて楽しめないと思うから、治せる時にゆっくり治してとしか言いようがないんですけども、介護できるんだったら介護してあげたいけど介護できないから近くで、なんかね、しっかりゆっくり休みなさい。こんばんは、この私もう遅い時間まで配信してるから、私の配信はもう見ずに寝なさい寝なさい、もう、そしてゆっくり休んでゆっくり元気な姿を見せて、かわいそうにお大事にね、しっかり薬でも飲みなさい。こんばんは、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。なんかさ携帯の充電がおかしくてさ、もう UR この線がちぎれて、なんかもう 0% で、そうゲームのことにゲーム配信してたんだけどさっきもうできなくなっちゃった。なんかそう今このテロップにドゥームズデイって入れてるんですけど、ドゥームズデイとのコラボイベントが始まりました。ドゥームズデイとのコラボイベントが始まったので、もし皆さんよろしければ、X、 私の公式 X をチェックしてくださると嬉しいです。詳しくは公式 X に書いてあります。こんばんは、鼻ジュルジュル、大丈夫ですよ、なんか風邪ひいてるかも普通に、でも病は気からっていうぐらいだから、普通に心は元気なので大丈夫です。なんか毎回さ、なんかこういう大切なイベントの時期にさ、なんかこうなる、でもこれは誰かから移されたっていうのが分かってるんですよ正直。だからもう気にしませんこんばんは、でも全然本当にレッスンとかも元気にやれてるから
鼻があれだけど、でも本当薬飲んでたり飲んでたりするから気にしないでください。ありがとう、元気ですよ心は。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。配信を見て嫌なことをする、え、嬉しい。私の配信見て元気になってくれてるんだね、優しい。いやでもさ、なんかさ、自分はこうやって話してるけど、私の配信を見てこう元気になってくださってる方もいると思うとすごく嬉しいですね。あ、全然踊れます。体調とかっていうよりかは、この配信してる時には鼻息、この呼吸がでかすぎてもう恥ずかしい。呼吸がでかすぎて恥ずかしい。こんばんは。え、皆さんドゥームスデイチェックしてくれましたか？なんかドゥームスデイの話だとみんななんか何もやってくれない。ドゥームスデイみんな、え、ツイートできてるよね。こんばんは。なんか今日からドゥームスデイさんっていうそのゲームアプリとSD48 のコラボイベントが始まったんですよ。チェックしてくれたかな。まだチェックしてないっていう方はぜひしてみてください。このイベントで1ヶ月間ぐらい、あの、そう、このあるんですけど、私と愛子ちゃんが一緒にペアを組んで、他の同盟と一緒に戦っていくって感じです。でこのイベントはファンの方も一緒にゲームができるんですよ。そう、私が今ドゥームゼイドゥームゼイって言ってたんですけど、ファンの方とも一緒にゲームができるんです、プレイができるんですよ。だからファンの方とあのファンの方が助けてって私が助けることもできるし、私が助けてって言ったらファンの方も助けることができる。ゲーム結構進めないと同盟申請できる。あ、そういうことか、すいません、マジか。え、じゃあ、あの、分からんところがあったら言ってね、いつでも教えるわ。確かにゲーム、確かにちょっとプレゼントな、同盟申請できんのよ。なんかこのゲームはあの公式の URL からあのダウンロードしなきゃ、そう、何もできない、あのコラボできないので、もしあのリネちゃんと愛子ちゃんとゲームがしたいよっていう方がいれば、あの私の X に載せた URL からあのぜひダウンロードしてください。お願いします。コンボリイベントお疲れ様、よう頑張った。え、本当ありがとうございました。そう、最初の方にも配信で言ったんですけど、ショールームイベント終わりました。2週間くらいあった、あっという間だったよ。もう本当に楽しかったです。そう、1位になって棺桶をいただけることはできなかったんですけど、3位に入れたのもすごいし、すごくなんかもうこのイベント期間中に仲良くなれた方とかもいるから本当に感謝してます。イベントのお礼配信はまた後日させていただきますので、ぜひ皆さんお待ちしております。今同盟申請できた。あ、オッケー。なんかスタッフ、私が同盟申請 OK ってするんじゃなくて、あのイベントのスタッフさんが OK してくれるので待っててください。このイベントでトマトジュース3位だから、トマトジュース1ヶ月分いただける、めっちゃ嬉しい。私トマトジュースさ毎日飲んでるからさ毎日飲んでるから1ヶ月分買わなくていいや、めっちゃ嬉しい。ドゥームズデイ、そう、ドゥームズデイです。こんばんは。実際に棺桶に、そう、実際に棺桶に入ることはできないんですけど、もうこの部屋自体が棺桶と言っても過言ではないだろう、正直。こんなゴミ部屋にこんな私の今ゴミ部屋にいるんだ、もう棺桶と一緒だよこんな部屋私の今の部屋は。こんばんは、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい、ほんと皆さんのおかげで。イベントトマトジュース乾杯しよう、みんなで。ありがとう。このイベントはそう、ファンの方とチャットすることもできるんですよ。
やばくない？チャット話せるんだよ。普段なかなかチャットすることができないんですけど、あの挨拶とかもおはようとかも言ったりするし、ゲームのことについても話そうと思ってる。こんばんは、ありがとう。またあの配信とかでも随時あのコラボゲームの、はい、実況とかもしたりするので、もしあのルーム生今日から始めてれいちゃんのルームに入ってまだ分かんないことが多いっていう方はですね、ぜひあのこのイベント期間中もそうなんだけど、ゲームの配信をしようと思ってるから一緒にプレイしましょう。なんかさ、私さ、なんか前葉さんみたいなさ、ゲーム配信したいんだけど、あれってどうやるのかな。なんか前葉さんさ、よくゲームあのなんかやってるやん、ゲーム配信画面で、あれ、ああいうのしたい、ああいうのしたいんやけど。自分も福将軍さん、誰もありがとう。なんかあれめっちゃ楽しそうやない？なんかああいうのしたいんやけど、私もトゥントゥントゥンで、なんか、あ、そう、なんかね、X に、公式 X ができてたんですよ。STU48 のドゥームズデイの、ドゥームズデイさんの、あったんですよ。だからフォローしてください、ぜひ皆さん。なんかそこにね、詳しい情報がね、更新されていきます。リツイートしたと思うんですけど、フォローしてねって書いてあるので。パソコンいる、あ、そうなの？パソコンいるんだ。あの、めっちゃでっかいパソコンみたいな。めっちゃでっかいパソコンみたいなやつ。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとう、来てくれて。ウリピーマンです。パソコンいるんやね。とりあえずもうこの携帯の充電器、私ちょっと買いに行かなきゃ、やばい。もうタイミング悪すぎない？なんで今ちぎれるのかなっていうお話ですよ。しかもドゥームズデイプレイ中に。これもゾンビの仕業かも。いやでも本当に自分ゾンビ大好きだから、またゾンビに携わることができてすごく嬉しい。なんかドゥームズデイプレイしたことある方とかもない方とかもいると思うんですけども、あの私ゾンビが大好きだから、ホラー慣れしてるってわけではないけど、すごく綺麗なんですよ画面、このゲーム自体のゾンビのキャラクターとかも。だけどリアルなんだけど、あのわかる、バン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 する系ではないから、バンバンするけど近くにゾンビが寄ってくるんじゃなくて、引きでゾンビを見ることができるから、全然ね、ゾンビ怖いよっていう方とかもね、やりやすいと思う。うん、全然めっちゃぜひ皆さんにしてほしいです。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。奈良さん、あれかな、こんばんは。ガチさん、10ありがとう。じゃあこの配信は23時になったら終わりますね。23時になったら終わります。こんばんは、ありがとうございます。ジムズデイ、はい、お願いします。詳しくはまた X にツイートしたりとか、あとメールとかにもあのちょっとジムズデイのこととか送るかなと思ってるんだよ。インスタのストーリーも載せれるから、なんかみんなに分からんことあったら聞くかもしれん。私も今日からみんなと一緒にするし、あの一緒にねゲームしましょう。申請なんかゲームちょっとプレイしなきゃできないらしいので、申請ゲームプレイしてからちょっとすることをお勧めします。ごめんなさい。レベルアップ頑張りましょう。私も今レベル11とか12とかね、そうめっちゃ頑張ってる。でマックスのレベルが25らしいんで、本部のちょっと25行きたいですね。こんばんは、高圭さん、10ありがとう。やばい、こんばんは、はじめだよ、ファイト、ありがとう。こんばんは、ありがとうございます。あの配信が終わってからもちょっとやろうかな、ルームズで携帯の充電買ってきてから
そうでも本当に隙間時間にね結構やってるの。今日から1ヶ月間ぐらいあるんですけど、ちょっと他のグループ他の同盟もすごく頑張ってるから、自分もちょっとコツコツ楽しんでいきたいと思います。みんなぜひやってください。ドゥームズデイ楽しいよ。こんばんは、ありがとうございます。来てくださって、また明日も配信しますわ。明日配信何時からするか分からんけど、もしかしたら早めに配信するかも、朝朝配信するかもしれんし、夜配信するかもしれんけど、とりあえず明日もまた配信するので来てください。こんばんは。こんばんは、ありがとうございました。また来てください、配信。うん、久々に湯船つかろうかな今日。明日もまた卒コンの レッスン頑張ります。みんなも頑張ったね、お仕事とか無理せずにしっかり体調に気をつけてください。またね。そう、今インフル流行ってるらしいから、みんなしっかりあの手洗いうがいは忘れずに。お疲れ様でした。文豪キャンディーありがとう。こんばんは。こんばんは。でも明日になったら結構あの加入してくださってる方もいると思うから、同盟に明日もまたゲームの配信しますね。朝からするかもしれんけど、分からんけど、とりあえず朝かもしれんし夜かもしれんけど、明日また絶対あの配信するので来てください。とりあえず今日はあのイベントが始まったよーっていう感じの配信でした。ちょっとあのゲームのね実況の配信もしたんですけど、まだ始めたくて分からない方もいると思うので、またゆっくりでいいのでぜひ私たちの同盟にお待ちしております。こんばんは。こんばんは、マルッカハートありがとう。こんばんは。明日も頑張りましょう。こんばんは、ありがとうございます。ビッグウェブさんこんばんは、ありがとうございます。もう配信終わっちゃうんですけど、また配信します。じゃあちょっと男女読もうかな。じゃあ男女読みます。13位吉田くんありがとう。12位田辺さんありがとう。11位ロボリンありがとう。10位文豪ありがとう。9位ひろたんありがとう。8位 DD にゃんこさんありがとう。7位ハゼッチありがとう。6位高圭さんありがとう。5位マシャマシャさんありがとう。4位ハルルンありがとう。3位ロコポコありがとう。2位ナンバの人とありがとう。1位がドゥルパンメンジャケタルトです。ありがとうございました。ちょっとあのまた明日も配信しますので、もし皆さんよろしければ来てくださると嬉しいです。また明日ね。えてか本当に昨日はショールメイベントありがとうございました。またお礼配信は後日させていただくのでぜひ来てください。本当に嬉しい、ありがとうございました。そしてまたドゥームズデイさんとのコラボイベントも今日から始まったので、また見てください。またリツイートしてきます、自分のツイート。多分この配信でゲームやってみたいとか気になってくださった方とかいると思うので、またリツイートしておきます。私のインスタのツイッターこちらに下に ID が載ってるので、そう普通にこの内名で検索していただけるだけでも出ると思うから、もしよければ見てください。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。明日も頑張ります。ではまた、バイナラー、ありがとう、またね。
またお会いしましょう。おやすみ。こちらこそありがとうございました。バイバーイ。お疲れ様でした。バイバイ。またゲームします。今日もまた多分ゲームすると思う、充電したら。じゃあねー。